広島市立元町高等学校は、広島県広島市中区に所在する公立の高等学校である。1942年に広島市立中学校として開校した。現在の校名は1980年に定められた。20世紀末に校舎は全面リニューアルが行われ、エスカレーターや吹き抜け部分などを備えた校舎が2000年に完成した。 この新校者は京都駅や札幌ドームなどを手掛けた建築家の原工事が設計した。多くの生徒が現役で国立大学へ進学する。2020年度の現役生国立大学合格者は193人。近年東京大学、京都大学への進学者も排出している。また、各学年に1クラス創造表現コースが設置されており、 このコースの卒業生の多くは美術系の大学へ進学している。かつて広島市立中学校を名乗っていた時代に原子爆弾による死者を生徒、教職員合わせて369人出した歴史を持っており、創造表現コースの生徒はこの時の原子爆弾に被爆しながらも生き延びた被爆者本人と話し合いを持ちながら原子爆弾の投下によって 広島で起きたことを描く試みもいった。学校の敷地の東には、広島高等裁判所をはじめとする館長街、西に、市営の高層アパート、南に、広島城や神谷町の高層ビル街、北に城北通りを望み、広島市の都心部に位置する。アストラムラインの城北駅が、最寄り駅である。霧の果実3個と、破産用途を組み合わせ、その上に、郷の字を配している。 この木には、鳳凰が常に鍛りて宿り、その葉に包まれ、身を追んで、いよいよ気高くなるという。生徒一人一人が鳳凰たる自負と金土を持って、心身の連磨に精進することを念願したものである。ちなみに、広島市内六校は、元町高校の霧と同様に各校とも、シンボルツリーを制定しており、船入り高校を除く五校の交渉はいずれも、 自公のシンボルツリーの葉を図案化したものであるという共通点がある。高校の校歌としては珍しい混成四部合唱である。新校舎である南東と西東従前からある校舎の北東と同窓会館と図書館などからなっている。クラブなどの合宿に使うことができるセミナーハウスも建設予定だったが更地のままである。正門は存在しない。 新校舎の設計は田崎美術館、大阪梅田スカイビル、京都駅などの設計を手掛けた原工事である。その特徴的な佇まいからアニメーションの舞台のモデルにされたことがあり、田中くんはいつもケダルゲや映画、君の名は、に登場する。南棟は1階に生徒玄関、事務室、校長室など2階に家庭科関係の教室と音楽室、 3階に各教科の教室、4階に1から3年のすべての HR 教室が配置され、吹き抜けを挟んで各学年が向き合う形になっている。この上りのみながら1階と3階、3階と4階を結ぶエスカレーターが設置されている。ただし2階へのエスカレーターは存在しない。この他にエレベーターが1機設置されている。トイレは床材として、 黒大理石を使用しており、トイレの水道はセンサー式であり、身体障害者用トイレも各階に設置されている。以前の校舎と比べて、各教室の天井は高く、大きな窓が特徴で、南側の教室からは、広島城やそのお堀、市内中心部のビル群を望むことができ、春にはお堀の桜の花が咲く様子が見られる。また、 北側の教室からは二葉山や牛田山を望むことができる。西棟は1から3階に行動と室内運動場、3階にトレーニングルーム、4階に主に創造表現コースが使用する美術教室がある。4階にはギャラリーも設置されており、創造表現コースの生徒らによる作品などが飾られている。また、 西棟にもエレベーターが一機設置されており、身体障害者用トイレも各階に設置されている。授業は、長期休暇期間と祝日を除いて、月、金は50分6減、引きは50分7減の週32時間である。進路指導を最重点課題としている。進路実現に関する取り組みとしては、進路に関する個人面接を年に数十回行い、 日々の勉強やクラブとの両立、進路の悩みなどの相談に応じたり、アドバイスをしている。また、進路、LHR を設け、志望校についての理解を深めるなどしている。さらに、休日に教室を開放することで、生徒の自習場所の確保をしている。また、休日における自習では廊下に机を出して勉強する、生徒が多いことが特徴である。 廊下で勉強する理由は生徒により様々だが、吹き抜け構造によって入ってくる風が心地よい、雑音があった方が集中できる、教室にいるよりも眠気が起きにくい、などが主な理由である。ありがとうございます。